態の変化及び接触許可対象を感知、休眠状態を解除します。アリスは長い間眠っていました。そんなアリスを起こしてくれたのは、ゲームをこよなく愛する仲間たちと先生。パンパカパーン。アリスはかけがえのない仲間たちを手に入れた。連れてこられた場所はゲーム開発部。アリスはそこでゲームに出会いました。桃井やみどり、ゆずたちが勧めてくれたゲームはどれも神ゲーです。この時のゲーム開発部は活動休止の危機に立たされていましたが、冒険で仲間を作り協力してメイドバトルを成功させることができました。もうメイドはゴリゴリです。出発です。今度はどんな冒険ができるのか、とっても楽しみですね。え、ジョブですか先生。アリスは勇者になりたいです。ブルーアーカイブ、時計仕掛けの花のパワーの編、第2章、友情と勇気と光のロマン。